皆さんこんにちは。タロットリーダー協会玉木奈緒です。今日は実際にカードリーディングをしている人に向けてちょっとシェアしたいメッセージがありましたので動画を撮っています。こちら見えますでしょうか。はい、主にこれについてお話ししたいんですけれども、今まで皆さんが勉強したそのカードリーディングの方法、別に間違ってるとももちろん思いませんし、それぞれがいろいろ研鑽をされていらっしゃると思います。ただ今新しい水がめらの時代に入った時に、それだけじゃなくて、その特に全部いろんなマニュアルでこうお伝えしなくても、ある程度こう相手に委ねて相手と作り上げていくっていうことがもっともっとできる時代になったんではないかなと思いましたので、ちょっとその方法というか、こういうリーディングもいいんじゃないっていう提案をします。なんでそう思ったかと言いますと、今このコロナ禍を経ていろいろな技術の革新等もあり、オンラインだったりですね、近くにいない方とも遠隔ですごくスムースにリーディングができるような時代になったんじゃないかなというふうに思ったからです。で、なおさら特に例えばですけれども、そのクライアントさんのお子さんでその場にいない方とか、その方のお題っていうのを直接すぐに聞けなくても、私、まあ、リーダー側から何か伝えられることがあるんじゃないか、そんなリーディングの時にもこれは聞くんじゃないかなというふうに思いましたので、ちょっとシェアします。その1、最初に浮かんできたキーワードを伝えるということです。それは結論とかそういうことではなくて、あ、なんかそれ浮かんできたっていうことなので、マニュアルに書いてあることでもないし、もうこのカードの意味とかではなくて感じたことです。で、特に伝えていただきたいのは、例えばダイアルカナ、ショアルカナ78枚使ってる人は、ダイアルカナがいっぱい出てたらそれって重要な意味だし、ショアルカナだけだとしたらものすごい大きな人生のテーマではないので、ここまですっごいもしかしたらその方の悩むというか持っていかれる必要はないよっていう、まあ大か小かみたいな問題の規模感覚っていうのを伝えられると一番いいんじゃないかなということです。さらにさらに言うと、数字とか数とっていうのでも偏ってたら、それも数とか偏ってますとか言うわけではなくて、あ、この方の問題ってハートなんだとか、あ、この方の問題って頭の問題ねっていうことを伝えてあげたりとか、やっぱり3っていうのが続いてたら、それってダイアルカナが出てなかったとしても、大ボス3のエンプレスのテーマだってことは間違いないわけですよね。なんで、あ、こういうキーワードテーマなんですねってことを最初にその方にお伝えするっていうのが、なんか分かりやすいのかなというふうに思います。で、2番目の相手との共同創造というのは、その結論がどこに行くのかっていうことをこちらが決めなくていいというか、むしろこうであるってことを伝えなくてもいいんじゃないかっていうことなんです。そのキーワードを伝えて自分が感じたこと、これがどういうことか分かんない、そもそもその方のお題っていうのを、まあ、分からないで言い方あれですけど、勝手リーディングをしている場合って分からないわけですよね。まあある程度もちろん推察はつくと思うんですけど、その本質のところが分からないけど、こういうキーワードで私はこう見えるっていうことをまずポーンって投げた時に、相手の反応を待つといいと思うんです。相手の方がよりそこの問題にはエキスパートなので、それを聞いた方が湧き上がってくる反応を聞けたら、よりすごい強いというか、深みにこう相乗効果が生まれるわけです。で、実際その方の反応、まあ、言葉にならなかったとしても言葉ならなおよしっていうのが生まれたら、もうそれでこのリーディングってほぼほぼ完成してるというか、成功してるというか、 OK だと思うんですね。で、そこでこの結論ができたり、あ、そうなんだ、なるほどなるほどと、向こうからよりご本人にしかわからない言葉もしくは感覚でいいんですけども、何かしらが導けたら、もうそのリーディングってそこでこう OK なので、なるほどそうですね、で、こうもう一回自分がそこで感じたことをまたフィードバックで伝えられたらいいし、再度リマインドとして最初のキーワードとか、そうだったんですよ、なぜかこれをまずお伝えしなきゃいけないと思いましてっていうことをお伝えして、で、あとはそこから反応していくことっていっぱいあると思うので、もうこの場で収めなくていいというか、余韻を残した形でこう お渡しする、で、あとはその方の中でいっぱい醸していただければいいかなっていうふうに、なんとなく今思っております。水瓶座の時代っていうのはすごく革新的であり、その感覚でわからないものに対してどんどん進化していけるっていう時代だと思うので、こうもちろん情報の変化も吸収も早いし、
だからなんかすぐここでこうだねっていうよりは、つどつど気づきがこう重なっていって深みが出ていくような感じだと思うんです。だからこそそういう、こういつまでも続く美味しいリーディングっていうのができるんじゃないのかなというふうに思ったので、今まで通りのリーディングっていうのもありだけれども、なんかこうこの自分からたなたかにお伝えしたいなっていう、まあ、あのリーディングだった、お伝えしたいなっておかしいけど、なんか言い方おかしいけど、頼まれてなくても自分がプレゼントしたいなっていうリーディングっていうのを私は最近やっていて、なんかそこですごく気づきがあったので、こう勝手リーディングっていうのも押し付けじゃなく、こうポーンという形でプレゼントでも受け取ってみてねっていう形でやると意外とワークするよっていうお話でした。はい、概念的なちょっとお話になったのでうまく伝わってるかわからないんですけれども、きっとタロットリーダーさんには少し何かなるほどと思っていただけたり、あ、気づいたら自分もそれやってたわみたいなことになってるんじゃないのかなというふうに思っております。そんなタロットリーディング、新しいタロットリーディング、私はそれをもう本当にタロット 3.0 ウェブ 3.0 にちなんで思っているんですけども、そんな理解というか感覚を皆さんとシェアしていけたらなというふうに思っております。タロットリーダー協会玉木奈緒でした。また次の動画で。ご視聴ありがとうございました。